久保さん、今回はこうにしましょうか。効率の効まあね、確かに、まあ、効率いいっていうのは全て正解なのかっていうと、まあ、全て正解ではないですよね。なんか、効率が悪い、まあ、あの、レトロ、レトロのね、まあ、今のね、あの、今の家電なんか AI が搭載されてるマ、まあ、ますみたいな話ですけど、昔の昭和の家電の、 集めて味があってね、それがいいんですっていう人もいるし、昭和家電みたいなね。うーん。なんか、機能は全然ないんだけども、なんかその昭和の良さというかね、昭和らしさというか、そこに思い出があったりとか、違う幸福化価値があるっていうね。うーん。でも、効率的には、今の最新の方が、それは、機能はいいでしょうね。だけど、機能は良くないんだけど、効率は悪いんだけども、なんか思い出深いっていうね。なんか、 そこに幸せを感じれるみたいな。うんだからまあ結局答えはないんですよねうんただまあ普遍的なところが、まあ、あるとするならば前回お話ししたのがやっぱ僕はみんなみんなそれは多分共通して言えると思うんですけどもまあお腹めちゃめちゃ腹ペコの時に何か食ったら美味しいって感じれると思うんですよこれは多分万国共通なんじゃないかなと思いますね お腹が、お腹、お腹いっぱいでね、お腹いっぱいで、これ以上食ったら死ぬっていう状況で何食っても、美味しいっていう、なんか幸せだ、うわ,う,わうまいとか、なんかそういうのは感じることは難しいけども、あの、なんだ、お腹腹ペコの状態で何か食ったら、万国共通してうめえなって、なんかそこで何かを感じることはしやすいと思いますね。 うん、でもこれは、これも絶対ではない。まあでもな、僕はこれは結構絶対的な部分はあると思うんですよ、ねも。めちゃめちゃ腹減ってて何か食ったら梅って感じるし、梅、その極限に腹減ってたら、はー、みたいな、ありがたい、飯みたいな幸せってなんか、なんかそういう感何かを感じる。感じ方はそれぞれだけど、なんか感じるものはなんかあるんじゃないかなと思うんですけどね。うん だからまあ、あの、僕は、あの、なんだ、そこのバランス、僕の、まあ、答えですよ。僕の答えとしては、結局そのバランス感覚が、効率が悪いことでも、うーん、何かをか感じると,ところもあるだろうし、逆に効率がいいものもいいだろうし、だから結局その自分がどう感じるか、うーん、どういう効果を得るかというか、何ですかね。 うーんでもなんかね、今は感じないけど、なんだ、その将来感じることもあるわけですよ。だからこれ一概に言えないですよね。だから、その昭和家電も昭和の時は感じれなかったことを、令和で昭和,昭和のものに触れると感じるものがあるし。だから今は非効率に思えて、未来はそれが 味深いものに、なんか昔こんなことやバカやったな、みたいなね。すげえいい思い出になるかもしれないし。うん、だから今で判断するのか、未来で判断するのか、過去で判断するのかにでも変わるしね。<laughs> これ難しいですね、うんうん。非常に難しいんだけども。うん、まあ、それが人生ですから。うん、ただまあ、一つ言えることは、うん 幸せに生き、何のために生きてるのかっていうところで言うならば、まあ、自分が叶えたいものを欲しいと思うものだったり、行きたいとことか、そういうとこに行けるようになった方がいいよねっていうシ、シンプルにですよ。欲しいとかね。行きたいとか、あの彼女と付き合いたいとか、一目惚れしたとか。まあそういうものを手に入れていく、入れてった方が、なんかいい人生にはなるんじゃないかなと。 自分が、要は、多分、いい人生、悪い人生がもし仮にあるとするならば、自分は願うんだけど、一個も叶えることができませんと。それ結構しんどいと思うんですよね。うん。だからその、ずっと童貞ですっていう人結構しんどいと思うんですよ。多分これ結構、あの、昔僕あの、なんだ、テレビかなんかで、すごい、なんかやって、なんかやってたんですよ。 それは恋愛の塾をやっている先生で、その恋愛のその塾でどういうことやってんのかっって、なんか30年か40年童貞の人が、その恋愛塾に入って、そのプログラムを受けてるんですよ。で、そのプログラムの中で面白いのがあって、その女の子からマッサージを受けるとい。要は肌と肌を,を触れ合う練習をするみたいな <laughs>、なんかそういうセッションがあって、それが、まあ深夜番組で、なんかもう昔やってたんですけど、で、その童貞の子が、 そのう,うみたいな。女の子に触れて、うみたいな,な。で、塾長はね、慣れましたかみたいなね。あ <laughs>、こうやってお金取るんだ、みたいな。<laughs> うーん。だからまあ、こうは思ってるんだけども、それを実現できないっていうのが多分結構しんどいんじゃないかなと思うんですよ。で、それを一つでもより多く叶えることができたら、それはまあ幸せなんじゃないかなと思いますね。で,でも逆に言うと幸せじゃないんだっていうのは、 思ってるけど叶えられない。ずっとですね。うん。それは結構きついんじゃないかなと思いますね。欲しいと思ってるけどずっと手に入れられないっていう。まあもちろんね、憧れで、憧れのままでいいものもあるかもしれないですけどね。うん。でも、まあできるだけまあ、自分が思うんだったら、思うってことは始まってるってことですから、 その始まったものをねちゃんとゴール,ゴールにし,し,した方がいいんじゃないかなっていううん一つでも多くね、うん、はいいってらっしゃい